この響きは、栃木県足利市在住の陶芸家、篠崎隆が創作した和楽器群の総称。水金靴や鉄製の楽器師でロイホスに興味を抱いていた篠崎が、流音工房にて2000年に制作を開始した。楽器本体は陶製である。趣向の陶芸作品でもあるため、一台ごとに、色合い、形状、音色が微妙に異なる。制作は、 一作品につき3から4ヶ月をかけて行われる。太鼓の響き鼓音頭機特有の柔らかさ、温かみのある音色を持つ癒し系打楽器とされるが、金属的な響きを発生させることもできる。コルクなどでできた特製マレットで湖面を叩き、パーカッションとして演奏する。湖面に上から水滴を垂らすことで音を発生させることもできるため、アンビエント音楽やインテリア、 エクステリア、インスタレーションの要素として、あるいはパターンランゲージのコンテクストでも利用される。足利市立美術館や高崎市美術館などで楽器の展示、制作者自身による演奏が行われた。他に、宇都宮市大谷資料館、川越市立美術館、中野沢美術館、渋川美術館、新潟水と土の芸術祭、栃木県立美術館企画のイノセンス。 命に向き合うアート展など。代表的な演奏家として、竹原美香やんじゃせ、にゃん、滝本末介など。海外の演奏家では、ジョニー・ラ・マラマが2010年9月の日本公演で、み音をフィーチャーしたオリジナル楽曲を披露した。上部の湖面に6から7本の切り込みがあり、特製マレットで叩くことで多彩な音色を発生させることができる。 楽器全体の共鳴で生じる複雑な音色が特徴。陶器独特の温かい響きに加え、金属的な響きも若干発生する。水滴を落として響かせることで、マレットによる演奏とは微妙に異なる有限な響きを得ることもできる。色は白系と茶系の2種類。代表的なサイズは、楽器本体が直径約 38cm、高さ約 20cm。 設置した状態で最大幅が約4 0トル、高さ約6 0つ m み音、雫、編集湖面に水滴を垂らすことで有限な音を発生させる作品。み音、統制台、水壺の3点で構成される。マレットで叩いて演奏することもできる。水壺は約30分をかけて水滴がゆっくりと楽器本体の湖面へ落ちるように設計されている。 水壺設置用の鉄製オブジェも合わせて製作されているが、それを使用せずに、水壺を樹木の枝などから紐、縄などで吊るしても利用できる。玄関、庭などのエクステリア、インテリアの要素となるようにも設計されている。サイズは、楽器本体を統制台にセットした状態で、おおむね直径約33センチメートル。高さが約50から70センチメートル。鈴ミ 超、編集、つミみ音のコンパクト版。テーブルや床などに設置し、叩いて演奏する。つミみ音と同様に多彩な音色が得られるが、小型で置き場所を選ばないため、インテリアの要素としても使用される。また水滴を落として響かせることで、マレットで演奏した場合とは、微妙に異なる有限な響きが生じる。色調は白系。代表的なサイズは、直径が、 約2 7トル、高さが約1 5トル。本体に大きさの異なる複数のボールが入っており、両手で持ち、左右に揺らすと柔らかく波がうねるような音色が生じる。このほか、上下逆さにしてマレットで叩けば、鼓音としても使用できる。水滴を落として響かせることもできる。白系と茶系の2パターンがある。代表的なサイズは、 直径約2 7トル高さ約1 5トル叩く場所が自由な休憩の楽器。特製マレットで叩くことで多彩な音色を奏でることができる。叩く位置によって鼓音よりも高音がカットされ少しこもり、気味の音色が得られる。形状やサイズが異なるつぼみと風の2種類があるが音色は変わらない。 鼓音と同様に水滴を落として響かせることもできる。代表的なサイズは、つぼみが楽器本体の直径が約2 6トル横幅約4 0トル設置した状態で最大幅が約4 0トル高さ約7 0トル風は楽器本体が直径約2 6トル横幅約4 5トル 設置した状態で横幅が約6 7トル奥行き約5 8トル高さ約9 0トル突起部の先端を手で叩き、空気圧を利用して奏でる低音楽器。特製マレットで演奏することもできる。ウッドゥと似た構造の楽器。白系と茶系の2種類があり、代表的なサイズは直径 約25センチメートル、長さ約38センチメートル。ありがとうございます。